影浦進む、影浦進む、影浦勝る、1915年7月20日から1945年5月20日は、愛媛県松山市出身の元プロ野球選手、外野手、投手。日本プロ野球史上に残る伝説の選手の一人で、ある。本名が、進むだったことから、登場、登場の異名を取り、阪神ファンの間では、例大ミスタータイガースとも呼ぶ者も,もいる。 水島真治の漫画、阿部さんの影浦康武のモデルとなった一人としても知られており、朝日軍に所属していた影浦健一は自定。詩人の西条十二は戦場をかけるタンクと称された。実家は材木商を営み、少年時代は小柄で痩せていたため、はじめは野球ではなく剣道に打ち込んでいた。後に甲子園の強豪校である、 松山商業学校に入学。ここでも2年生まで剣道部に所属していたが、後の影浦の長打力の源はこの剣道稽古で、鍛え上げた強靭な手首と足腰にあると言われている。その他にも、野球部に入部したお祝いとして、父からプレゼントされた手作りの桜の木のバットを毎日、欠かさず素振りしたことによって、長打力がついた、とも言われている。3年生の頃。 野球部でメンバーが不足するという事態に陥り、当時の指導者であった後藤二郎から誘われて野球部に入部。その打球の鋭さや投げる球の速さによって、すぐに頭角を表し始めた。三森秀夫、後法政大巨人、高杉義、後は瀬田大第二本、ビールマイナスイーグルスマイナスパシフィックらと共に、甲子園に出場。 1931年の春の甲子園ではベスト8、夏の甲子園ではベスト4。1932年の春の甲子園では、楠本多と率いる赤市中学を接戦の末に勝利して優勝。夏の甲子園では、決勝で中京商業との一戦、2回裏から三森のリリーフとして登板し、2失点で抑えて0から3で9回を迎え、9回表に、 自身の大見ルイ打を皮切りに3対3の同点に追いつくも9回裏中京商業の打者からピッチャー返しの打球が左足に当たって降板三塁の守備についたが中京商業の打線が足を痛めた影裏に必要なバント攻め等を展開したために延長11回松山商業は中京商業にさよなら負けを喫して準優勝に終わったその後 立教大学に入学し、一年生ながら、リーグ戦で打者としても長打力を発揮したほか、投手としても四勝一敗の好成績を残し、立教大学の優勝に貢献した。松山商業と立教大学の一年先輩に、壺内道天がおり、後年まで進行があった。立大時代は帰郷するたびに、松山商に出向き、後輩たちに一人一時間ロックを浴びせた。千葉主は、 影浦が戻ったと聞いただけで、体が震えたという。影浦は2月28日、立教大学を中退し、大阪タイガースと入団契約する。当初、タイガースに入団する意思はなかったが、森重を阪神監督に、野球がダメなら、阪神電鉄社員として、面倒を見るからと壊れたからとも言われている。この時支払われた、支度金が、 給料から転引きされていたことが発覚、シーズン途中の森監督の解任と合わせて、球団不振のもととなった。大きなリンゴを一握りで潰せる握力を引っ下げて、初代4番三塁手のスラッガーとして、打棒を振るい、タイガースの中心打者として、沢村英二、東京巨人軍と名勝負を繰り広げた。人員不足から投手としても登板した。投手としては、 重いシュート、ナチュラルシュートだったと言われており、ストレート一本で投げていたとの記述もあるオブキに、周期に防御率零点七九歴代二位の記録で最優秀防御率6 0、六勝零敗の勝率十割、歴代一位の記録で最高勝率を獲得。巨人軍との年度優勝決定戦では、沢村の三連投の前に屈したものの、第一戦、須崎球場では、沢村と投げ合い、 味方の守備のミスからも失点だったものの自責点は、沢村より少ないにと高頭を見せ関東、打っては四回に、沢村から場外に消える三乱本塁打を放つなどき、吐いた。巨人監督の藤本貞義は、あいつこそ史上最強の打者と絶賛した。影浦は三塁手の四番打者に転向し、首位打者、1937秋、打点王、1937春。 1938春と軍を抜いた活躍を見せ、初代プロ野球日本一と翌年の日本一連覇を経引した。プロ野球最強軍団が大阪タイガースであった時代である。沢村をもってしても抑えられない存在として、当時東京巨人の監督であった藤本貞義が史上最強打者と評していた。1937年春季。 投手としては規定投球回数を満たし防御率 0.93? で沢村に次ぐ2位となり、同年周期は打率333で首位打者にも輝いた。最優秀防御率と首位打者の双方を記録したのは現在に至るまで影浦が唯一である。またこのシーズンの出塁率515は1974年の大阪春に次ぐ歴代2位の記録である。 1938年春季に2度目の打点王。守備でも強権でピンチを救った。1939年に1度目の王将。帰国後森からの球団不振からごちゃごちゃ考えながら野球をやるのが嫌だと実家の生材屋を継いだ。2、阪神に復帰、以前通りの長打力を発揮したが、守備では兵役中に角の手榴弾の投敵によって肩を痛め。 主に肩の負担が少ないファーストを守るようになった。それでも、兵役の影響で守備力は落ち、相手チームのファンからは、同じく兵役から帰還した、藤村文夫が守る二類との間を狙いという矢字が、飛んだという話がある。1944年に二度目の王将、当初は満州で従軍し大相撲力士の前田山英五郎、戦後に第39代横綱が、 疑問で虎林氏に滞在していた折に、訪問してきた時には、歯が抜けて、とても痩せていたため、愛媛県の同郷でもあった前田さんは、当初影浦だとは信じられなかったという。1945年5月20日、フィリピンルソン島のカラングランで、戦死と戦後、影浦の実家の遺族に送られた戦死広報には書かれている。しかし、 この記述は影浦が所属していたとされる部隊の所在地記録とは異なっており、真相は不明である。同じ部隊から帰還した人物の証言では、飢餓の状況で食料調達に出かけたまま戻らなかったという。松山市に混流されている母人上記の戦士広報によると、最終階級は早朝であった。なお、実家の母の計らいで最後に戦場に赴く前に結婚していたという。 後日実家に、骨壺が届けられたが、影浦の弟の影浦健一と井の影浦隆は、インタビューで、石ころが三つ入っていた。こんなものが人一人の命なのか、と語っていた。なお、東京ドーム敷地内にある鎮魂の石踏みに、影浦の名前が刻まれている。野球殿堂入りを果たした、沢村英二のライバルで、東の沢村、西の影浦、 職業野球は沢村が投げ、影浦が打って始まったと言われた。なお、1984年に日本プロ野球50年記念切手が優勢賞から発行された際には、スイングした影浦の写真を元にしたデザインが採用されている。ただし公式には影浦と称しているわけではなく、打者としか紹介されていない。沢村栄治の項も参照のこと。 松木健二郎によると、使用したバットは270問目、1.025kg、280問目、1.05kg で、長さが35インチ、88.9cm あり、プロ入り当時265問目、0.994kg のバットを使っていた松木を驚かせたという。自ら他の選手には触れないはずだと語る、このバットを、 目いっぱい長く持ち、左手は、グリップエンドを包み込むように握った。スイングは腰をねじ切るような大きなフォームであった。弟のケンイチには常々、絶対に、俺のフォームの真似をしてはいけないよと述べていたという。ただし影浦は、上半身に比べると、足が細く、フルスイングのために足首をひねって痛めることがあったという。玉筋は、 弾丸のように速いライナー性の当たりを飛ばしたと言われており、守備練習で内野についた味方に危ないからどけというほどだった。壺内道天によると、影浦の打球は外野フェンスギリギリで取った時でも補給すると砲丸投げぬ玉のように重かったと供述している。影浦の帰り気ぶりを示す記録として、当時非常に本塁打が出にくいとされていた阪神。 甲子園球場でラッキーゾーン設置以前にプロ野球公式戦で最も多くのオーバーフェンスの本類打4本。阪急の山下みのると大記録を放ったというものがある。スボウチ同店は影浦と舞与のダンスホールが良いで所持金がなくなった際、甲子園では本類打を放つと20円の賞金がもらえたため、影浦に頼んだところ本当に放ったというエピソードを。 紹介し、影浦のパワーは別格であったと語っている。プロ野球に関する戦前の映像記録はあまり残っていないが、上半身がちぎれそうなくらい、フルスイングする影浦の映像が残されている。当時の球界一の強権として知られる。遠投大会で144メートルという、歴代トップの大遠投を見せて優勝したとの記録が残る。投手としては、 決め球のナチュラルシュートが内角に決まると打者がのけぞるような変化をしたという。また、球が重い上に低めにきっちりと投げる制球力があったため、相手打者の打球がめったに外野に飛ばなかったと言われている。松木健次郎は打者としても超一流だが、投手の方がさらに才能があったかもしれないと、10回している。普段はほとんど投球練習をせず、試合中、 野手から投手にスイッチするときも、ウォーミングアップでも、6球投げる程度だったという。しかし、兵役においてはその強権に目をつけられて、手榴弾投げを担当することとなり、それが原因となって肩を痛めた。そのため、復帰後は一塁を守り、投手として登板することもなかった。気に入らないことがあれば、自分の守備位置への打球を無視したり、 ボール球を恋に空振りしたりという怠慢プレーを再三見せたという監督であった石本周一の日記に今日も影浦飛球を追わず打っても走らず原因不明という記述がある原因は昇級に関するものと監督人事に関するものとの両説がある前者は影浦の昇級分は本人ではなくすべて実家に直接送金されていたが それを知らなかった影浦は、後輩の釣り、常男の給料が、チームの中心選手である自分より多いと誤解し、抗議のために、守備のボイコット等を行ったというものである。後者は、初代監督である森と親しかった影浦は、森の監督鋼鉄に納得しておらず、後任の石本を監督として認めていなかったために、指に従わなかったというものである。野球殿堂選出の際に、 プレーが不真面目だったという反対意見が出たとも言われている。選手仲間とミルクホールの代金をかけた試合で本塁打を放ち走りながら一本指を立てた。相当の退職間で松山商業時代には下校途中に松山市駅で売っていたひぎり焼きを二十個食べてから家に帰ったり若林正しとおんすき焼きで肉一缶目約四キログラム食べたら 賞金10円という賭けをしてった、同郷の力士で、部屋一番の大食いである、前田山と焼き鳥の食べ比べをし、160本、平らげて買った、影浦はまだ食べることができたが、前田山が降参してしまった、すき焼きの肉を煮える前全部食べてしまい、他の選手に、同じテーブルで食べるのを嫌がられたなどといった逸話が、語り継がれている。酒は全く飲まなかった。実際は、 繊細な仲間思いの人物だったという。松木健次郎は戦後の阪神タイガース監督時代、影浦が復員して戦争から帰ってきたぞ。今から試合に出るからな、と松木に語り、試合に出場する夢をよく見たという。松木は影浦が無事に戦争から帰ってきていたら、タイガースの監督となってジャイアンツに負けないチームを策定いたことだろう。人間として、 あんな立派な男はいなかったとも述べている。抜群の運動神経でバスケットボールや射的も誰よりも上手かったという。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。